東邦なって7レース A 級予選競争をスタートしていきます。内から地元コンビ1番瀬戸、2番の川島が前を取って、5番石黒、4番の井上と中国勢続いていきます。3番の桜井が5番手、後方は6番の永田、最後尾から7番の茂、後方から茂、そして桜井も上がって中段で石黒との連携、永田がどうするか、後方の構えのようです。これで前から3対3対11番2番7番5番3番4番そして6番となっていきます。2周回目に入っていきます。正攻法1番の瀬戸新作です。S 級高級後初の予選スタートとなります。しかも地元戦負けられない戦いとなります。マークは7番2番の川島勝、今年は7勝をマークです。5場所前のこの地元戦でも決勝進出がありました。続いていきたいところ、さらには7番の茂和則と続いていきます。中段以降は中国勢、5番の石黒健、バック7本は侮れない数字、マークは同県広島3番の桜井宏友、そして4番岡山の井上豪、最後尾短期6番の永田純一、まずは中国勢が動けばここへ続いていこうかという流れでしょうか。これから残り2周回へと入っていきます。後ろの動きを気にしています1番瀬戸ですが、5番の石黒がそれならばと仕掛けていこうというところか、いや結局ここは戻っていって誘導を外した形になりました。前受けキープの形が1番瀬戸、2番川島、7番の茂、そして5番の石黒はここで4番手に収まって打者を迎えていきます。永田が内で交代していきまして、九州3社の後ろに中国勢となって、そして永田が最後尾、周回中と同じ展開なんですが、ジャンの4コーナーから5番の石黒スパート、前段の瀬戸もペースを上げていきます。サイド九州勢、前段 C5、6番手が中国勢です。残り1周回を切っていきました。前を守りきる形、主導権をキープしています1番瀬戸の先行で、2番川島、7番の茂、さあ4番手から5番の石黒がバックマックローとしますが、ここも3番手ちょっといっぱいか、3コーナーから2センターです。九州勢が前を守りきって4コーナーを迎えていきます。切り替える形で4番手が3番桜井、内へ切れ込んでいく直線コース、1番瀬戸、そして2番の川島、さらには7番の茂と突っ込んでいきますが、どうでしょうか。真ん中2番川島がやや抜けた感じに見えますが、どうでしょうか。第7レース A 級予選競争が終了しました。追い出しなど巻き返しなども封じていった瀬戸が先行、九州勢が上位独占の形で直線ゴール前を迎えます。番手から川島が捉えたか、さらには茂の伸びもありまして、まず真ん中2番の川島抜け出して焦点2番手争い、内1番瀬戸、外7番茂、かなりの接戦となっています。上位の通過2番川島で、2着争いが1番7番接戦決定、もう少々お待ちください。以上第7レースでした。